おこしやす三条名店街、今回は古川水公園古川博之さんにお話を伺います。こんにちは。こんにちは。三条名店街お店キャラ総選挙開催中ということで、はい、今日はお話を伺います。はい、はい、総選挙といえば AKB48、はい、そうですね思い出しますが、なんちゃってですけど、はい、あ、そうですか、はいはい、これは一体何でしょうか。はい、京都造形芸術大学と、はい、京都佐賀芸術大学の学生さんに各お店のキャラクターを作っていただきました。あ、そうなんですか。はい、まあ、お店35店舗のキャラクターを学生さんが作ってくださった、はいはい、造形大と、佐賀芸の、はいはい、そのキャラクターを、コンテスト形式で、かわいいですね。そうですね、最優秀賞1位と、優秀賞4名様、全部で、5つの、上位を決めていただくということになります。そうですか、はい、それはこう、通りを通ってらっしゃる方、はい、お店を訪れた方、はい、お客様、いろんな方がその投票用紙で、はい、この35のキャラクターの中から、はい、1つそうです、お気に入りを選んで投票すると。これはね、1人1票しか投票できません。はい、たくさん、はい、投票したら、はい、残念ながら全てが無効になりますので気をつけてください。はい、はい、じゃあ欲張らずに1票だけ投票する、はい、ということですね。投票期間は1月18日から26日の日曜日までです。あ、そうですか、はい、まあ、およそ1週間ということですが、そうですね、はい、皆さんこのキャラクターがどんなキャラクターかなというのは、はい、この三条名店街の、はい、まあ、3カ所ぐらいにポスターが、そうですね、このポスターは3カ所ぐらいにあるんですけれど、はい、各、対象のお店の前に、ポップができてますので、はい、そのお店のキャラクターはそこだというのは前に行っていただいたら分かります。あ、そうですか、はい、じゃあお店で買い物して、はい、あ、ここのが気に入ったとなったら投票できるということですね。はい、はい、そして気になる結果なんですけども、はい、これを1月30日に発表します。そしてまたそこで学生さんの優秀賞、最優秀賞が決まるんですが、その上位5店舗のキャラクターに投票していただいたお客様には、なんと2000円のお買い物券が当たります。いや、すごいです。はい、はい、私もぜひ投票したいと思います。お楽しみにお願いします。はい、わ、はい、かりました、はい、皆さんもぜひこのお店のキャラクターかわいがってあげてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。